企業の間で取引されるものの価格を示す先月の企業物価指数は電力や都市ガスの値上がりなどから去年12月と並び過去最高でした日銀が発表した1月の国内企業物価指数は2020年の平均を100とした指数で去年12月と同じ119.8と過去最高に並びました 1>, 1年前から9.5%の上昇です。幅広い品目で原材料費の上昇分を価格に転嫁する動きが続き、1年11ヶ月連続で前の年を上回りました。特に電力や都市ガスは1年前と比べておよそ5割の上昇です。企業間の価格転嫁は今後、中小企業などの賃上げや消費者物価の上昇につながりそうです。